どうも、おやっとさわです。入江健です。今回は夏休みなどで鹿児島空港をご利用される方におすすめしたいお店はザボンラーメンスカイロード溝辺店をご紹介します。創業70年以上の老舗鹿児島ラーメン店で、あの中渕剛さんもお気に入りのお店で、昔ながらの鹿児島ラーメンをいただいてきましたよ。なお、このチャンネルでは鹿児島のラーメンを中心に毎月不定期に2本の宮崎ラーメンもご紹介していますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは最後までお楽しみください。はい、どうも、おやっとさわです。入江です。いつもありがとうございます。私は今、姶良市加治木町ですね、います。現在向かっているのは霧島市溝辺町空港方面にね、向かっています。で、今回ね、お邪魔するお店はザボンラーメンスカイロード店さんです。はい、で、ザボンラーメンさんね、以前はですね、鹿児島中央駅店とか、あと、与次郎のね、本店の方も撮影させていただきました。今回ね、スカイロード店の方 の、 あの撮影許可の方なんですけど、前回ちょっと行って、ご挨拶だけさせていただきましたっていうくだりになっています。ザボンラーメンさんね、まあ、言わずと知れた、昔ながらの鹿児島ラーメンっていう感じなんですけど、実はですね、私、ザボンラーメンを初めて食べたのはここのスカイロード店さんだったんですね。すごくなんか思い出のあるお店だというふうに感じています。そしてつい何年か前かな、テレビ番組嵐にしやがれ、嵐さんのね、レギュラー番組の番組で長渕剛さんもね、このスカイロード店の方に、食べに来て、いつも来てるんだよっていう話をされてましたね。どんなラーメンにね、出会えるか楽しみにしながら気をつけて行ってきます。はい、鹿児島空港ですね、そばに来ました。もう少し走っていきます。さあ、しばらく走ってきますと、こちらですね、ラーメン若大さんがありますね。去年かな、撮影させていただきました。さあ、もう少ししばらく走っていきます。はい、若大さんからですね、しばらく走ってくると、こちらの、テナント店っていうのかな、はい、看板見えてきましたね、あります。ここ入っていきます。するとお店がちょうどこの左から2番手ぐらいにお店があります。九州自動車道溝辺鹿児島空港インターから車で5分くらいのとこにあります、霧島市溝辺町ザボンラーメンスカイロード溝辺店さんにお邪魔します。こちらがザボンラーメンスカイロード溝辺店さんの発見記になります。今回この中からチャーシュー麺をプッシュしました。こちらがザボンラーメンスカイロード溝辺店さんのお漬物になります。鹿児島のラーメン店では無料のお漬物を提供するお店があります。カリカリ食感で美味しいお漬物をいただきながら、ラーメンが来るのを待っていると、はい、はい、着丼です。さあ、いただきますということで、スープからではありません。ザボンラーメンはそこからよく混ぜて食べるのが流儀です。ザボンラーメンの場合、通常のラーメンの盛り付けとは違い、返しだれを入れた後に湯がいた麺を入れ、仕上げにスープをかけるので、返しが丼底に溜まっています。それをよく混ぜることで美味しさが増してきます。さあ、どんどん混ぜていくとスープの色も変わり、そしてスープの湯気から香る美味しそうな香り、めちゃくちゃ美味しそうっていうことで、さあスープ、いや
やっぱこのスープうまい。あっさりしながらしっかりとした旨味と深みのあるコク。スープのベースは豚骨は豚頭。鹿児島市内の店舗とは違い、店内仕込みで寸胴で炊き上げるスープ。そこに秘伝の返しを配合。昔ながらの鹿児島ラーメンのようなどこか懐かしさを感じるすごく美味しいスープ。一度レンゲを差し込むとその手が止まんなくなってきます。そんなうまいスープからリフトアップしてきた麺は中太ストレート麺。この麺うまい。湧水町の木島製法製の中太ストレート麺。スクエア形状で表面はつるっとした麺。しっかりとしたコシ、シコシコ食感。麺とスープとの相性がよく、しっかりスープを持ち上げ口まで運ぶと、麺のシコシコ食感とともに豚骨スープのしっかりとした旨味が口の中に広がります。さあそんなうまい麺を追っかけるように再度スープを捨てき、このザモンラーメンスカイロード溝辺店さんのスープめちゃくちゃうまいよねっていうことを再確認した後は、はい、チャーシュー。いやーこのチャーシューもうまい。肉質と脂身のバランスがいいチャーシューは食感をさせつつ柔らかい歯触り。もう一口パクリといただいたならば、そんなうまいチャーシュー、キャベツ、もやし、麺、そしてメンマも一緒に箸でキャッチして口の中に放り込みます。これがうまい。チャーシューの旨味、麺のシコシコ食感、キクラゲのコリコリ感とキャベツ、もやしのシャキシャキ食感が混然一体のうまさを生み出します。さあ味変で卓上にあったニンニクをどっさり入れて、それを軽くスープになじましていき、そんなスープをすすっていくと、いや、やっぱニンニクを入れてもうまい。豚骨スープとニンニクの相性抜群で、ニンニクの香りがさらなる食欲を増幅させてくれます。さあ今度はこのキクラゲとともに麺を食らっていくと、キクラゲのコリコリ感と、そして麺のシコシコ食感の相性も抜群でうまい。というわけで中盤から終盤にかけてこのザボンラーメンさんのうまい一杯にはまり、没入しながらじゃんじゃんバリバリズバズバと麺をすすり、最後の一口の麺をすすれば最後はスープの底から箸でキャベツをキャッチします。このキャベツしんなりしていてスープを含んでうまいんです。そんなザボンラーメンスカイロード溝辺店さんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。鹿児島と宮崎のラーメン情報を知りたい方はチャンネル登録をお忘れなく。会員完食です。鹿児島空港からでは3分くらいのとこにありますザボンラーメンスカイロード溝辺店さん。コロナ禍明けで久しぶりに鹿児島へ帰省する方も、観光で鹿児島で来られる方々にもぜひ食べていただきたい鹿児島県民のソウルフードです。ぜ、まかったです。ごちそうさまでした。美味しかったです。忙しいところすみません。ありがとうございました。ごちそうさんでした。いや、やっぱねザボンラーメンさんうまいっすよね。安定のうまさ。いや本当にね、なんか本当食べた瞬間から安心するようなうまい一杯ですよね。そうですね、あっさりしたスープに濃密な、豚骨のうまみがありますね。そして麺がね、これ僕も勘違いかもしれないんですけども、鹿児島市内のお店よりからなんかしっかりコシのあるような麺を使ってらっしゃるんじゃないかなという印象です。これは僕の考察なんですけどね。で、あの麺とスープの相性も本当良くて、そしてもやしとかね、キャベツのシャキシャキ感もあってめちゃくちゃうまかったです。でチャーシューもとろっとしたチャーシューで、あのチャーシューとかもやしもね一緒に食べていくと本当にね、なんか懐かしい感じの、本当にあ、これこれっていうような感じのラーメンですよね。まあ、僕はあのそもそもその広島出身なんですけども、両親が鹿児島出身ということもあります。県外出身の人でもね、やっぱりね、なんかあ、このラーメン懐かしいなって思えるようなうまい一杯だと思います。はい、ぜひね霧島市溝辺に来られた際ですね、そして鹿児島空港から離発着の県外の方もぜひともこちらのザボンラーメンさんですね、食べに来ていただければなと思います。それではまた。